商店大蔵12月19日は、日本の実業家。商店、平五郎、多津夫妻の四、男として、東京府に生まれた。慶応義塾幼稚舎に学び、1916年、グラスゴー大学機械科卒業。1918年三菱造船に、入社。1943年三菱重工業。水島航空機製作所長。1946年。 三菱重工業取締役、1948年、三菱重工業常務、1950年、中日本重工業取締役副社長、1952年、新三菱重工業副社長、1957年、新三菱重工業相談役、後に、全日本空輸取締役。戦前日本は、航空機大国だったが、1945年、 太平洋戦争敗北を機に GHQ、スキャップによって航空機の研究、設計、製造を全面禁止されていた。1956年に連合国による航空禁止令が全面解除されると、航空機国産のグランドプラン作成のため、財団法人輸送機設計研究協会が東京大学内に設立され、少年は理事長に就任。日本で、 初めての航空機である YS-11 を製造するため設立された日本航空機製造社長に1962年就任。後に新東京国際空港計画委員長、日本航空工業会理事長、日本航空協会会長に就任。後にロケット、人工衛星など宇宙航空機産業育成を目指す日本航空宇宙工業会理事長にも就任。 父、平五郎は、三菱財閥の大番頭。母、田津は、三菱の創業者一族、岩崎家の一門である、藤岡正敏、スケイク夫妻の長女。母方の祖母、藤岡スケイクは、岩崎矢二郎、三輪夫妻の次女で八太郎の妹、矢之助の姉。長兄、達也は、三菱重工業、明石製作所の取締役、時兄、平蔵は、 東洋電気製造常務、三兄、正男は日本郵船常務、南洋海運社長、弟、公平は三菱重工取締役で、おば、鏡茂人とその夫、賢吉の養子氏。大蔵は、妻との間に一難三条を設けた。ありがとうございます。